いや、このゲームなかなかやばいですね。急にどうした？こう、パルをどんどん捕まえて。普通の突っ張りも。で、集まったパルを濃縮して。え？一人のパルを強くしていくという、なかなかイカれたシステムなんですね。濃縮って、え、そういうこと。可愛いパルを絞り上げて、一体の強さを引き上げる。マジか、なんかえぐいな。なかなかひどいシステムですが、やっていくとしましょう。うん。徐々に冒険進めてるんですが、結構敵も強くなってきましてね。密漁弾、レベル20。レベル以上に武器がやばい。うん。火炎放射器みたいなのとか、範囲爆弾とか使ってくる。早速ダメージ受けてるからチェンジしつつ。キリタンも燃えとる。まずいですね。捕まってるパル救出したいのに。救出っていうか、キリタンのものにするだけやな。これは、ちょっと無理かな。相手の攻撃やばいな。どうにか一体ずつ、と思ったら、ガガネドリ大ダメージ受けてる。強えな。む、こっちにも来たし。範囲広い。あ、ガガネドリが。え、死んだ。ぐぬぬ、帰りが面倒になっちゃう。そういう心配だけ？まあ復活するからね。そう。む、爆弾痛いな。まだ厳しそうやな。これは、ちょっと無理。撤退しますよ。しゃあない。という感じで敵が強くなってきたのでね。配合したりして、強いパルを手に入れたり。前とは違う組み合わせ。配合で生まれるパルは決まってるみたいなので、その辺は攻略情報を見つつ。ふむふむ。スッパニャンとニャンバットから生まれるのは。ミステリア、飛翔つきました。お。人型っぽい感じやな。なんというか、セクシーなパルですね。確かに。あ、こう見えてオスだって。そう。その辺はまあいいのかな。能力的には、飛翔とかついてるしいいのかな。攻撃高いな。あ、手持ち状態で所持重量アップが助かる。おう。ああでも無属性か。ちょっと微妙。無属性はあかんの。弱点つける相手がいない。かといって自分は闇属性に弱いという、ちょっといい点のない属性だね。そうか。まあ、茜が喜ぶだろうし、育てるかな。え、茜のエッジ。なんでなん？まあ、それはともかく、お気に入りのツッパニャンも強くしたいのでね。まずはひたすら捕獲しまして。うん、ああ、さっき言うてた濃縮の。まったく、ひどいシステムですね。そう思うならやらんといたら。まったく仕方ない。仕方なく乱獲じゃい。そうい。しゃあ。ダオラー。そい、そい。何体捕まえんの？このくらいでいいのかな？いっぱい捕まえたな。はい、そして、集めたパルを濃縮する施設がこれ。名前からしてやべえ。可愛いパルを成長させるためだから仕方ない。そう。で、まずは、強くしたいパル、でかいツッパニャンをセットして。名前変更した。でかいニャンさんは4体くらいゲットしたので、前とは違う子だね。へえ、結構出るんや。では、この子を強くするために、4体かな、絞り上げまして。テキスト変える。はい、濃縮完了。おう。さすがに絞り上げる描写はないですか。いらんわ、怖い。ちなみに、4段階まで上げられるみたいだね。ただ、次は16体、絞りますね。やべえな。仕方ない、やむを得ない犠牲です。そう、ツッパニャン好き言うてたのにようやるな。可愛いツッパニャンとこれからも一緒にいるためだからね。このくらいの犠牲は仕方ないのです。そうかい。2段階成長させたツッパニャン。強くなってるのか微妙だけど、まあ強くなってるのでしょう。パートナースキルレベル3。あ、これが上がる感じなんだね。所持重量がさらに増える？うん、レベルごとにプラス10増える感じかな。なるほど。まだ微妙。さらなるレベルアップには。うわ、次は32体ですって。マジか、これはさすがに。仕方ないですね。仕方なく乱獲です。クロスボウだと一撃で倒しちゃうのでね。弱い弓を使う配慮を忘れずに。配慮っつうか。あとは、ライド中に属性をくれるパルがいるので。今しびれた。雷属性はそういう効果あるのかな。まあとにかく状態以上になると捕獲確率アップするみたいなので、効率よく捕獲していきまして。32体を絞り上げます。お、うん。まあほら、でかいツッパニャンの血肉になって一緒に生きていくみたいなね。そういうイメージで。せやな。げえ、次は64体ですって。え、まさか。まあもちろん集めてきたわけですが。マジか。同時にレベルも上がったし、いろいろオッケー。そう。というわけで濃縮、レベル4です。お、うん。はい、どうでしょうね。単純にレベルが上がってるのもあるけど、強くなってきた。おう。あ、しかもこれ、作業レベルも上がってる。へえ、そういう効果も。
合計116体のツッパニャンの犠牲は実を結びましたね。そんなにか。あとついでにこれでの強化もしちゃおう。必要な素材は結構集まってるので。お、 HP、 攻撃、防御を上げられるだけ上げて。あ、ここからは違うのがいるのか。青いのは4段階までか。まあ OK、 これでも 12% ずつアップしてるので結構強くなった。おう、ということでリベンジ。だけどなんか相手が勝手に引っかかってて余裕の勝利。そうか、うちのツッパニャンも引っかかってて動かないんだけどね。まあ OK。 お、捕まってる子を解放してあげました。捕まえてるだけなんやけどな。この調子で他の密漁グループも成敗。結構おるな。ニャンさん、修行の成果を見せてやってください。修行っつうか。むむ、なかなか攻撃激しいな。武器は向こうが上やな。まあシールドあるので余裕。そしてニャンさんがどんどん倒していってくれてるね。さすがに強くなってるな。残り1匹を倒して終了。リベンジ完了です。ただの襲撃やけどな。報酬のパルはドドドドンか。まあ OK。 報酬とか言っちゃってる。まあ密漁団にいるよりはね。そうやな。ではこの調子でボスも倒しちゃおう。えが、HP 的にはそこまでないかな。まあいけるでしょう。の、なんかビームが。意外と効いてないね。濃縮効果が出てる。そう。むむ、こっち来た。でけえ。うん、まあ攻撃範囲は広くないかな。余裕。ほう。うん、どんどん削っていきましょう。ツッパニャンの攻撃が効果的って出てるな。属性的には有利はないはずだけど。3つある攻撃のうち、地属性のが1つあるから、それかな。地属性が雷に有利なので。なるほど。通貨スキルと属性バラバラなんやな。そうみたいだね。スキルも覚えさせたりとかもできるし、まだまだ奥が深いね。ふむ。という感じで結構戦えてるけど、そろそろ HP やばくなってきたのでチェンジ。この時にこっちにターゲット移って、ちょっとピンチになるけど。来てる来てる。余裕の回避を見せつつ戦って。お。一応捕獲にチャレンジするけど。いけるか。残念。あらら。まあ一応倒せたので OK。せやな、お疲れさん。配合も進めてて。また新パル。これも人型で結構大きいな。この感じは炎属性だね。可愛いけど気性がつかなかったのでまた配合し直しかな。そう。次はドリタ。なんか採掘すごいらしい。ほう。やってるやってる。これか。なんか危ないな。採掘レベル3ということで、ちょっと石掘るスピード早すぎじゃない？確かにガンガン進んでる。やばいね。ちなみに採掘レベル1のラコアラ、当然だけど遅いですね。まあ普通やな。レベル2のニャンバット、ちょっと早いかな。やっぱレベルによる違いあるんだね。ふむふむ。そしてドリタスさん、早すぎる。ちょっと早すぎやな。さすがに早すぎると思ったら職人気質がついてました。作業速度 50%、 これは早いわな。ちなみに職人気質ついてないのとの比較、お、同じドリタスでも結構な差があるね。そうやな。なるほどね。拠点パルは職人気質あるといいのか。確かにこれは結構な差が出るな。ふむ。ちなみにその辺の岩とかも削ってくれるんだけど。早いな、ガンガン削ってる。あっという間だね。すごいな。おう、まだまだいろんなパルがいて楽しめそうですね。せやな。という感じでもっといろいろゲットしていこうかなというところで、今回はここまでにしておきましょう。はいよ。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。